浜田野平は、江戸時代初期の朱院船の船長、長崎の人、1627年に起こった台湾事件の実行者、1915年増樹5位。官営の頃までに日本では朱院船貿易が盛んになっていたが、その交易先の一つで民国との非公式な貿易を行う際の中継基地的な重要性があったのが高砂だった。そこに、 オランダ東インド会社が進出して、これを占領、ゼーランディア城を建てこの地における交易には、一律10%の関税をかけ始めた。官営4年、長崎の貿易省、末次平蔵の衆院船の船の船,の船長だった野兵は、幕府の講演を受けて、オランダ総督、ピーテルノイツを人質にし、オランダに、関税撤回を要求。オランダはこれをのみ、 高砂を自由貿易地にすることに成功した。末継ぐしが4代、末継ぐしげる朝で断絶すると、浜田氏は大村藩に仕えた。子孫の浜田金吾は15歳で古子として母親戦争に出征し、角野立付近で戦死した。現在角野立に銅像が立っている。日本統治時代の台湾には野兵の自席を記念して、ゼーランディア城に増樹5位。 浜田弥平武勇の後、ママ、と書かれた石踏みが建てられた。戦後、浴びらいにしいほと書き換えられた。田尻作編、増衣所見現像法番上特使増衣年表 P37。ありがとうございます。